ようこそ。さて本日の動画はこちら。ではごゆっくりお楽しみください。はい、こちらにケロッグのハーシーズチョコビット、米粉ビスコ2種、プリッツポッキーとグリコのお菓子がいっぱいいろいろありますので、これ食べていきたいと思うのですが、これら単品では以前レビューしてるんですよね。はい、以前レビューしてるんですけど、またもらう機会があったのでこうして食べてみるのですね。なので今日はちょっといつもと趣を変えまして、レビューは以前の動画を見てもらうとして、本日は気まぐれで食べていきたいと思います。なのでもう最後のレビューはなしで、自由気ままに食べるっていうのも、まあ、たまにはいいかなっていうことでしてみますね。ではまずこの量の多いハーシーズチョコビッツから、もうちょっとこっちの方に、はい、チョコビッツ、はい、変わらず黒いですね。ではいただきます。今回はそのままいきますね。チャンネル登録よろしくお願いします。はい、ここねハーシーズは一旦忘れて、米粉いきますね。ちょっと塩気が欲しくなってきたんですよね。はい、ではいただきます。はい、次はこちら2種類のビスコいきますね。これも昔懐かしいお菓子ですね。あー割れちゃったよ。まあいいか。では、はい、ラストはポッキーとプリッツ。こうして見ると圧巻ですね。なんかそれぞれ食べたこともありますし、好きですし人気もあるんですけど、なんかこうして並ぶ機会って意外とないような気がしますね。まあ狙って並べないと一緒になることないですから。それではせっかくなので2本同時にいただきます。本日はゆるっと動画なので食事シーンも普段より長めにしてます。え、長めにする必要ないってとか言われるとへこむな。でもプリッツとポッキーって意外と一緒に食べる機会ない気がするんですよね。まあ一遍に口の中に入れてるっていう意味ですが、カラオケ店とかでは頼んだら出てきそうな気もしますけど、ここにクリームとかアイスとか用意すればよかったかな。そうしたらハーシーズとも相性良さそうですし、こういう風にグラッてやるってこと今までなかったから、ちょっとそういうところは抜けたかな。もし次回以降やるんだったらまた反省点ですね。そして1分にしてしまうとこうして喋る時間が長くなるというのも反省点ですね。言葉を続けるのって本当難しいです。というわけで初めての試みでした。というわけで本日はまったりゆったりとお菓子を食べる動画でしたが、こうして改めて食べてみるとまた違った美味しさがありますね。ハーシーズは何もつけないで食べるとカリカリとした食感をダイレクトに感じることができましたし、プリッツとポッキーも一緒に食べるとなんかチョコと塩の付けが絶妙に攻め合ってきましたね。なんか、はい、やっぱり本数によってチョコがあったり塩気が勝ったり、若干塩気の方が勝ちやすい勝率は高かったかなっていう感じがします。カラオケ店みたいにここにクリームとか入れたらもっと面白かったかも。はい、というわけでそれでひまわりが7本咲くまで雨降るや、いや永遠に咲かないような気がする。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると、もし2回目などをやってほしかったらコメントしていただけると嬉しいです。演舞終演、お楽しみいただけましたか？もしそうでしたらチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。ではまた次回の演目でお会いしましょう。